ハイドンピアノソナタ第50番波長長作品79方冒険ズビー50はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したピアノソナタ。ランドン版では第60番となっている。本作品はイギリスソナタの1曲目。作曲年は1794年から1795年頃と言われ、出版年は1801年である。ただし、 第二学章だけは単独の作品としては1794年に出版されている。イギリス・ソナタは1794年から1795年のロンドン旅行の時に書かれたという定説になっているが、本当にこの時期に書かれたのかをはっきり証明できる資料がなく、またどの順に書かれたかもわからない。自筆府は残っておらず、出版府にはテレーゼ、 ジャンセン・バルトロッチへの献字が書かれており、バルトロッチ夫人に検定されたとされている。作曲当時は、楽団が解散され、ハイドンは、年金生活を送り、自由に創作活動をしていた時期である。ベートーベンを思わせるような第一楽章の規模が、特徴的であり、それと同時にハイドンらしい軽快さや、ドラマチックさがある。全三楽章、演奏時間は、約19分。 1> 第1楽章の長さの割に、第3楽章が短いところが、特徴的である。ABCDEF、ハイドン、ハイドン、フランツ・ヨゼフ・ソナタ第60番波長長ソナタフィアクラビアナンバー、60C、ドゥアー・ホーボーケン、ズビー、50オーパス、79。2017年9月8日閲覧。ABCDE、クラビア・ソナタの部屋第3室。 2017年9月8日閲覧。ハイドンピアノ・ソナタ第60番法冒険、五58町長,長。2017年9月9日閲覧。ローゼン、チャールズ、ザ・ロマンティック・ジェネレーション、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、14から16、ISBN0674779347。ありがとうございます。